これを絶対に僕大晦日にやろうと決めてました。うめえ、やば、え、すご、え、すご、マジで。すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いよいよ本日ですね、まあ動画のアップ日が12月31日大晦日の日となっていると思うんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。動画のアップ時間が18時半なので、年を越す準備万端って方は家族でテレビとかね YouTube を見ながらのんびりしてる方もいれば、大晦日でも仕事あるよとかね、結構忙しい方もねもちろんいらっしゃると思うんですが、やっぱ年末年始なのでやっているラーメン屋さんもだいぶ少なくなってしまうので、本日大晦日はですね、家ですすれるラーメンをねすすっていきたいと思います。なんといってもね、私すする、喫水の、まあ、喫水といってもあの池袋にはね、あのさんま節のラーメンなんで喫水さんではないですよ。あの池袋のね喫水さんも美味しいんですけど、あのまあ喫水のね、セブンイレブン子というか、まあ、コンビニがめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、基本的にもう毎日ね、そういうこと特茶買ったりとか、アイスコーヒー買ったりとか、もうなんかちょっとしたなんかチョコとか買ったりとか、まあ、暇さえあればね、もうコンビニ寄ってるんですけど、で、まあ、コンビニ寄るたびにね、そのいわゆるカップ麺のコーナーとか、冷凍ラーメンのコーナーとか、なんか見るじゃないですか。一応そのなんか、ちょっとあの、興味をそそられるラーメンがないかなとかって、あの、よく見るじゃないですか。でまあ、そんな中、見つけてしまったんですよ。もうこれを絶対に僕、大晦日にやろうと決めてました。そのラーメンがこちらです。ドン！中華そば富田監修金の濃厚つけ麺、麺大盛り 400g。 ラーメン飯田商店監修金の醤油ラーメン、口当たりしなやかな特製麺です。まあ、この飯田商店さん、そして富田さんね、まあ、今年もね大変お世話になりまして、ラーメン業界のね今もう双璧と言ってもいいんじゃないでしょうか。もちろん飯田さん、富田さんよりもっと年上ですごいずっとも現役で頑張ってる店主さんもたくさんいるんですが、まあなんか今の日本のラーメン界を代表するこの2店舗、今までもねそのセブンイレブンとのコラボで、あのいわゆるレンチンのラーメンであったりとか、まあ、もちろんカップ麺も出してたりとかいろいろあったんですけど、このね金のブランドで出たのは初めてなんじゃないでしょうか。パッケージにもね、飯田さん、富田さんしっかりと登場してまして、2022年はもちろん2023年もきっとラーメン業界を引っ張っていくであろうこの両店でね、大晦日締めとしたいと思いますが、早速作ってみましょう。レッツゴー。さあ、というわけで、まず作っていくのがこちらの飯田商店さんの金の醤油ラーメンですね。まずは、ね、袋を開けていきます。ちょっと、この飯田さんの方から開けるので、めっちゃなんか、めっちゃ忍びないで、こっちから開けましょう。はい。なるほど。まあ、麺と、返しもついてるんですね。普通こういう、今インスタント系で、まあ、粉末のスープであったり、液体のスープだったりするんですけど、このいわゆるその醤油ダレとスープがもう完全別になってるっていうタイプ。これ珍しいですね。で、まずはこの返しとスープを解凍していくと。さあ、ちょっと時間経ったんですけど、まあ多分ほぼほぼ溶けたんで、一旦ね、スープと返しあげまして、そしてね、こちらのあらかじめ温めておいた丼、ここに返しを貼っておくと。貼るっていうのか、返しも貼るっていうのかな。中見るとあれですね、チーユがめっちゃ透けてる感じするな。まあ、飯田商店といえばね、やっぱ表面に貼られたチーユがね、本当に黄金に輝いていますからね。特にやっぱり、まあ、醤油ラーメンもそうなんですけど、塩ラーメンなんかでもう本当に、チーユの黄金の色が美しすぎる、マジで。わぁ、飯田商店の匂いするな。すごっ、いい匂いだな、マジで。そしたら次はね、鍋にスープと水 200cc か。スープと水。じゃあ、スープを水で割って入れるってことですね。どうなんですかね、これ、飯田商店さんバリのね、あの、鶏と豚がしっかりと効いたスープになっているのかというところ。でも、ほんと、ここ数年のね、その、おうち需要というか、まあ、それの高まりに応じてね、こういった家で食べれるラーメンもだいぶ進歩した感ありますからね。水が 200cc ね。はい。あー、でも、ちょっと、感じるかも。飯田イズムを感じるかも、これ。おぉ。で、このスープをね、沸騰させます。まぁ、ちょっとあんまりね、強めに沸騰させちゃうとあれなんで、ちょっとね、あんまりあの、ボコボコ沸騰させちゃうと、ちょっと多分風味とか飛んじゃうと思うんで、まぁ、ゆっくりと温めていこうかなと思います。コメント、すするさん、返信してほしいです。返信します。年内29日に仕事終わるんですが、1年頑張ったご褒美に定位に行こうと思ってます。味に悩んでます。こってりこっさり。どっちがいいと思いますか？ちなみに店長は2、3年ぶりです。いつもこっさり、昔1回だけこってり食べたような。あと、母が過去に1回だけ定位のこってりを食べて、お腹を壊したことがあるらしいと。なるほど。まあ、29日に仕事終わるって言って、動画上がってるのが31日なんで、もう、すでに定位に行っちゃってるかもしれないですけど、僕はマジでもこってり一択ですね、本当に。定位でこってり以外を注文したことがない、マジで。まあ、こっさりとかもちょっと気になりはするんですけど、でもやっぱりこってりかな。天一のあっさりとかもね、あの、いわゆるその天一の家麺、家で食べれる天下一品の、あの、まあ、インスタント麺みたいなのがあって、まあ、それでは食べたことあるんですけど、お店ではまあ、絶対、
対こってりにしちゃうな、ほんとに。うん。まあ、天一のね、サイドメニューも結構好きだよ。あの、唐揚げとか。あと、お店によってはね、豚キムチとか。なんか、ホイコーローとか出してるお店もあったりする。でも、こってりとホイコーローとかやるとね、めちゃくちゃ味濃くなっちゃうんですけど。いや、それでもやっぱりな、どうしてもこってりいっちゃうな、ほんとに。うん。もし、あっさりをすすったことがあるという方で、ぜひぜひコメント欄で教えてください、ほんとに。さあ、というわけで、ふつふつと煮込んだら、沸騰してきましたね。で、沸騰したら、このスープで麺を茹でます。まあ、ちゃんぽんとか、そういう、辛ラーメンとか、そういう系のスタイルですね。煮込むことによって、この麺にね、スープの味を染みさせるみたいな感じなんでしょうか。ちょっと、じゃあ、この丸い感じのね、麺を茹でていきます。よいしょ。で、これをね、再沸騰するまで、ちょっと軽く上げるかな。いや、煮込んでるとね、結構、匂いの良さにびっくりしますね、ほんと。結構、飯田商店っぽい香りはしてるな、ほんとに。さあ、ちょっとね、煮立ってきたんで、じゃあ、ここらでちょっと麺を上げて、スープを返しと合わせていきたいと思います。さあ、この返しとね、麺とスープが合わさるとどうなっちゃうのかっていうところですからね。おぉ。軽く麺線も整えつつ、ほんとあのラーメン屋さんたちがやってるめっちゃ綺麗な麺線の整え方はね、あれはもう修行しないと無理ですね。やっぱ自力でどうこうできるもんじゃないと思うな。ほんとにあの芸術的な麺線はほんとにすごいですよね。そして今回ね、トッピングも非常に簡単なものであるんですが、一応用意してあります。チャーシューとネギね。まあこんぐらいシンプルでいいんじゃないかっていう気がするけどな、もう飯田さんのラーメンだから。というわけで完成しました、金の醤油ラーメン。早速すすっていきましょう。レッツゴー。さあ、改めましてね、こちら金の醤油ラーメンできました。なんか丼も金だから、すごいなんかゴージャスね、見えるねこれね。まあトッピングはほんとネギとチャーシューとシンプルな構成しましたが、まあ麺とスープも楽しみたいですね、これはね。早速すってみましょう。いや結構ね、すする前から期待感すごいです。やっぱりこう飯田商店ライカのこの醤油の香りとね、鶏の風味を結構ブワッと香る感じ。いただきます。うめえ、やば、すごマジで。いや、誇張なしでマジでうまいよこれ。うん、いや、すげえな、びっくりだわマジで。コンビニの冷凍麺でこんな寄せれんだ、これすごいかもしれないマジで。ちょっとなんかアーダコーダイっていうのはあれだ、麺いってみますか。とりあえず、いやちょっとスープの完成度マジでびっくりしました。ちょっととりあえず麺いきますね。麺さすといってみたい。ちょっといきます。スースー。うん、湯河原が見えますねマジで。うん、ぼやーっとこう駅前の風景、飯田商店に行くまでのね、心地よいあの道のり、うまい、やば。うん、いや、麺もうまいですね、これ。うん。茹で時間にもよるのかもしれないけど、飯田商店らしいな、この滑らかな、本当に飲めるようなこの麺のすすり心地。かといって、決してね、こう、デロデロっていう感じじゃなくて、しっかりと麺の奥までね、火が通ってて、一番美味しい状態みたいな感じに、なんか、別に俺そんなこう、精密な茹で加減とかできないんですけど、それでもこう、飯田商店らしいこの麺の喉越し、あと風味も結構いいっすね、これ、本当に。うん。いや、恐るべしだな、これ、本当に。びっくりするぐらいうまいわ。この完成度にはほんとびっくり。まあチャーシューとかちょっと市販のものをね買ってきたんですけど、うん、うん、うんだなこれは、このチャーシューは。いやでもほんとにか麺とスープの完成度は素晴らしいですね。これガチだわマジで、本当にすごい。うん、いやほんと今年のいい締めになりそうだなこれは。いやほんとこれはもうインスタントというか、まあ、冷凍のラーメンですけど、もうほんとにスープを飲み干したくなるレベルの美味しさでした。てか飯田商店らしさがすごい出てる、ほんとに。これはキレのある醤油味と、あとやっぱチー油ですよね。チー油の結構パカッとこう弾けるような鶏のこう甘みと、あとそんな奥にあるこうコクでベースとなるね、こう鶏とか豚とかの動物系とかなんかしっかり効いてる感じするもんな。うん、返しがうまいのかな、やっぱ。いや、うまかったですマジで、ごちそうさまです。
さあ、というわけでね、お次はこちら、富田さんの金の濃厚つけ麺を作っていくんですが、私ちょっと飯田さんのラーメンとね、作り方の工程違ってて、こっちはね、麺はレンチンみたいですね。まあ、つけ汁の方は湯煎するということで、まあ、若干さっきとやり方異なってます。今ちょっと湯沸かしです。コメント、すするくんおはようございます。おはようございます。すするくん、家系ラーメンと二郎系ラーメンの違いを教えてください。まあ、結構見た目を見たらね、一発でわかるとは思うんですけど、家系ラーメンはいわゆるその横浜発祥、まあ、吉村屋っていうお店が総本山になってるんですけど、まあ、スープのベースは、ね、いわゆる豚骨醤油味になりますね。豚骨醤油の濃い味のスープに、表面にこうね、鶏の油、チー油を張って、で、そこにね、まあ結構多いのが、境製麺っていう、まあ家系ラーメンといえばっていう製麺所があるんですけど、その境製麺製の平打ち短めの麺を合わせ、トッピングはほうれん草。まあ、あと海苔ですね。そして結構あの横浜直系とかのお店だと、まあ、スモークちょっと燻製の風味が効いたチャーシューを乗っけるっていうのが多いですね。家系ラーメンは濃いめの味付けなんで結構ライスと合わせて食べることが多いから。二郎系ラーメンはもう元々のルーツで言えばまあラーメン二郎っていう、今あのまあ慶応大学の近くですね。まあ三田田町の駅の近くにあるまあラーメン二郎三田本店っていうところがまあ本当にルーツになってるんですけど、ラーメン二郎も一応まあ豚骨醤油と言っていいのかわかんないですけど、まあやっぱ豚の背脂とかあと豚肉ですね。そのチャーシューとかをメインにこう炊いたスープと、醤油ダレを合わせるんで、まあ一応まあ豚骨醤油といえば豚骨醤油味なのかな。家系ラーメンは結構キレのある醤油味っていう感じなんですけど、二郎系ラーメンは背脂と一緒に炊いてるので、家系ラーメンはキレのある醤油味っていう感じじゃないかもしれない。もちろん二郎系ラーメンの中にもあの非乳化とか乳化っていう分類があって、まあ、非乳化系のスープは結構醤油がこう効いたりするんですけど、二郎系ラーメンはその豚肉とか背脂と一緒に炊いたスープと、あとお店にもありますけど、ね、二郎系ラーメンは結構旨味調味料ね、あのまあ白い粉とも言われたりしますが、まあ、グルエースとかね、ハイミーとかいろいろ使ってるところがあるんですけど、まあ、それをこうさっさっさと入れて、まあ、濃厚なスープにそしてね、たっぷりの麺を入れて、ね、食わせるっていうのが多いですね。まあ、結構自家製麺のお店も多かったりするんですけど、まあ、平打ちの極太麺を使って、でさらにまあそこに無料トッピングの野菜ニンニク油とか、まあ、辛めとか、まあ、お店で言ったら唐揚げとか、まあ、結構ね野菜がこうてんこ盛りになってニンニクバラッとかかってるイメージで、さらに豚もねめっちゃ厚切りでもうどっから食べていいか分かんないみたいなイメージもあるかもしれないですけど、まあ、全然あの野菜の量とか麺の量とかも調節できるんで、まあそうですね、やっぱ同じくこう豚がベースになってるラーメンではあるんですけど、見た目にはねかなり大きな違いがあるんで、もうビジュアルこう並べてね出したら一発で分かると思う。もう今出してほしい、家系と二郎系をボンと、はい。まあ、見た目で言ったらね、こんぐらい違いがありますね、本当に。うん。まあ、というわけで、ちょっとお湯も沸いちゃったので、はい。なんだっけ、湯煎していきましょう。こちらのスープをね、湯煎していきますと。で、これ麺ですね。麺はね、レンチンなんですよ。600ワットで約6分10秒。まあ、結構結構長めなんですけど、ちょっとレンチンしてみます。というわけで、レンチンしていきます。金の脳みたいな鶏目やずみの。皿に乗せてレンチンしてくださいって書いてあるんで、これだけ注意してください。じゃあ、6分10秒いきましょう。結構レンチンの時間は長めですね。うん。まあ、つけ麺なんで、まあ、極太麺だし、濃厚スープだし、まあ、結構時間かかりますね、さすがに。コメント、新参者ですが、すすりっぷりが好きでハマりました。ありがとうございます。嬉しいですね。まあ、すすりっぷりがいいとか言ってくれるとすごい嬉しい。やっぱり、結構やっぱ視聴者さんって本当に細かいところまで見せて、僕がラーメン食べる、そういうの素振りを。本当に初期の頃、まあ、それこそ、第1回天下一品の時とかは、僕、そんななんかその麺をすすり切るみたいなことで全く意識してなくて、なんか友達に言われて気づいたんですよ。なんか、すすって麺をすすり切らないんだね、みたいなことを言われて、あ、確かにそう言われてみればそうかもと思って、で、そっからなんかもう麺をね、その切らずにこう全部すすり切るっていうのを、まあ意識して食べてたら、やっぱその方がね、なんかこう麺もズバッと入ってきて、スープの持ち上げ量がすごく増えるんですよ、スープ。麺をすすり切ることによって。だからなんか昔よりもね、より美味しく食べれるようになったかなとか思うんですよね、やっぱ。うん。もう2022年もでもいろんなラーメンすすってきました。もう多分ね、合計で、今のとこ、今ちょっと数えてるんですけど、多分ね、まあ、600いかないぐらい、570、80ぐらいをすくんじゃないかと思ってるんですけど、まあ本当にたくさんのラーメンをすすってきたので、もう2023年もね、よりすすりに磨きをかけてね、頑張っていこうと思います。ずるずる。さあ、というわけで麺が出来上がりました。なんか膨らんでるのはすごい。あ、ついね、熱い。気をつけてください。よしよし。そしてね、この袋、ここがすごい。つけ麺なんで、普通麺を水で締めるんですけど、ここね、ここを切ると、もうこれがこのままザルになってるんだって。だから、わざわざ、このザルとかに開ける必要がないっていう。いやー、この袋はなかなか画期的ですね。すごい、よく考えるな、ほんと。アイディア勝負ですね、やっぱ。というわけで、しっかりと水で締めていきます。富田さんもおっしゃってますけど、やっぱ、よく茹で、そして、しっかり締めるっていうのが大事ですからね。はい。ここで、やっぱ締める、この一手間を惜しまない。こちらにね、先ほど湯切りした麺をね、しっかりと盛り付けていきます。ちょっと若干やっぱ水分気になるな。このつけ麺のな、麺整えるのもすごく難しいですね。やっぱり何回やってもうまくできないわ。で、今回はね、味玉このスタイルでちょっといきます。さらに漬け汁ね、今湯煎してますけど、まあこっち一応漬け汁の、これ漬け汁入れる用のね、丼にはお湯を張ってきました。
ちょっとでも漬け汁が冷めないようにするとね、より美味しくいただけるかなと思いますね。はい、というわけでドロドロ濃厚な、おお、いや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 、これちょっとまたやってくれたんじゃないか、これ本当。さあ、というわけでこちらが富田さんの金のつけ麺です。やっぱ金の丼に盛ったんでね、だいぶゴージャスな感じ。そして麺がうまそうね、この全粒粉みたいなのがプチプチがちょっと練り込まれてる感じ。そしてね、スープの濃度もこれかなりのものでしょ。だいぶもうすでに魚介の匂いがねかなり広がってますが、早速すすってみましょう。それでは早速いただきます。まずはね、ちょっとオンリーメンスでいかしてください。いや、麺のクオリティがかなり高そうなんですよ、本当に。見た目がめちゃくちゃいい。いただきます。おぉ、風味はめちゃくちゃいいっすね。もうこれ麺だけでも全然味する。もう塩つけて食べれるぐらいの。麺うまいな。ちょっとつけ汁いこう。もう麺だけで食べる場合じゃない、これはもうつけ汁にくぐらせないと。ちょっとじゃあこの濃厚なねつけ汁へダイブさせて、そろそろ。おぉ、うまっ。いや、うまいわ、マジで。あの、レンチンのやつとかより断然うまい、ほんとに。漬け汁の完成度がマジで違うわ、これ、ほんと。うわ、ほっ、うまっ。あ、このつけ麺が、あの、お手軽調理で食べれるくなる。しかも、全国どこでもセブンで買えますんで。だいぶすごいわ、ほんとに。マジで。どうなるの、ほんとに、ラーメン業界、これ。これが、冷凍で誰でも作れて、こんなに味がしっかりしてって考えたら、恐ろしいよね、ほんとに。麺のね、漬け汁の持ち上げが素晴らしいですね、本当に。絡むんだよね、やっぱこうツルツルしてるのになぜか絡んでくるっていうのはすごいな。本当に豚骨魚介のお手本ですね、これは。いや、気づけばあっという間に完食ですが、麺 400g とかって書いてたよね、確か。茹で、さすがに茹でいこうかな。でも結構しっかり麺量ある感じですね。体感250ぐらいは普通にある気がする。お腹いっぱいだ、マジで。今回ね、セブンイレブンの味玉も買ってました。好きなんですよね、結構この味玉。セブンのメンマも結構うまいよね。ちょっと今日買ってくるのを失念しちゃったんですけど、いやー、すごい。ごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで本日はですね、セブンイレブンから発売されております、金のラーメン、飯田商店さんとね、富田さんのつけ麺、この2種類いただいたんですけども、いや、びっくりでしたね、本当に。完成度の高さに脱帽ですね。なんかよくあの名を冠しただけのカップ麺とかあるじゃないですか。どこどこの名店、海の味がする塩ラーメンみたいな。そんなんないか。そんなんないけど、まあそんなんあるじゃないですか。なんかもうお店の名前だけじゃんみたいなカップ麺とかあるじゃないですか。もう全然その店の味しねえんだよみたいな。まあそれはカップ麺にはカップ麺の良さがあるから、まあそれはそれでいいんですけど、でも今回の金のラーメンマジで飯田さんと富田さんの味がする、本当に。もちろんね、やっぱお店で食べるのとはまた違う感じですけど、でも家でこれが食べれるのは本当にすごいと思う、マジで。いや、これ案件とかじゃないからね、マジで。本当に違うから、本当に僕に言っとかないと、もう仕事だみたいなこと言われるから、もう本当にすごいムカつくから、マジで。本当に違いますからね、マジで。一切別にセブンイレブンとか飯田さんとか富田さんが何も言われても、もう全く勝手にやってるから、なんだ、無断でやってるからね、これ。勝手にやってる俺が、勝手に動画撮って、勝手に動画回して、これから編集して動画作るんだから、本当に。いやー、でも本当に驚きの連続でしたね、今回は、マジで。この感じでなんか別のお店の金のラーメンもちょっとぜひぜひ出してほしいですね。それこそやっぱ、まあ、金つながりでね、あの、エコダの金時さんあたりどうですか、塩ラーメンで。ちょっとセブンイレブンさん、ちょっとぜひ金時さんの塩ラーメンお願いしますよ、本当に、マジで。本当に俺は待ってますよ、本当に。この金のラーメンマジでうまかった、本当に。今後もセブンイレブンの冷凍コーナーさらにちょっと注目していきたいと思います、本当に。まあ、本当にこの今のね、ラーメン業界も引っ張っていく存在の2件も、飯田商店さん、そして富田さん。まあ、大晦日ということでね、まあ、本当休める方はゆっくり休んで、まあ、お仕事の人も本当にお疲れ様ですということで、年末年始はちょっとこんな感じでね、お家で、撮影した動画も出していこうと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、いや、2022年も本当に皆さん応援ありがとうございました。2023年もまたよろしくお願いしますということで、ごそれ。良いお年を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 。